それでは出発。よう、今夜はよく会うな、ターボ。笑ってもいいんだぜ。羽村さん、源田法律事務所の新谷です。組の方からご依頼を受けまして。プレスパイブロ定期방송이랑にしてるぜ。ブランジャワン感じ。어제도그렇고오늘도그렇고계속連絡やりましょうや。うちの親父と源田先生。내일부터유튜브로방송하겠습니다。プレスそうですね。엑스박스는定期로밖에방송이안되니까いろいろ聞かせてください。그엑스박스는定期로방송하고。話の裏取りや調査はこちらの矢神が進めます。기존의대로하는대로。それは頼もしい。방송을하겠습니다。아직까지連연결이불안逮捕の理由は殺人ということでしたが、そのお心当たりはあるんでしょうか。ああ、お心当たり。実際に頭がやったのかってことです。どうなんです。やってようがなかろうがよ、お前らの仕事は俺をここから出すことだ。違うか。違いますね。俺はもしあんたがやったって証拠を見つけたら手を引くのか。いや、それを検察に渡してあんたをムショに送らせます。ふざけんな。てめえは殺人鬼だって無罪にしたんだろうが。おい八神。3年前、少なくとも大久保新平は無実の可能性が高かった。だから俺も信じることができた。でもその後大久保は恋人を刺して火までつけたじゃないか。何やに主人公やにに。ターボ、あの時お前は無罪取るって手柄に目がくらんだんだよ。だから人殺しかもしれねえって男を野放しにしただろ。正直に言えよ。疑わしきは罰せずですよ。なら焼き殺された娘の親にもそう言ってみろ。それができねえから逃げたんだろ、弁護士って仕事からよ。事件の話に戻したいんですが、構いませんか。ああ、いいぜ。お前もいいな。分かったよ。続けてくれ。失礼しました。では、まず被害者は協力会組員で、名前は久米敏郎、年齢は34。12月4日の早朝6時、ゴミ捨て場に死体があると110番通報がありました。事件前に頭は被害者と揉めてたそうですね。ああ。警察は何か言ってませんでしたか。他にも頭を逮捕するだけの証拠があるとか。そんなもん俺に分かるわけねえだろ。なあ新谷先生。ええ、ただ警察にどんな証拠があるか今の時点では弁護士にも開示されません。起訴前は羽村さんの話だけが我々の頼りでして。そうかよ。それじゃ八神、お前から羽村さんに聞いておきたいことは。頭のアリバイはどうなんです。
まず被害者の死亡推定時刻は深夜2時から3時の間らしいな。その頃どこにいたって取り調べでしつこく聞かれた。実際どこにいたんです？サウナだ。神室町のサウナ御殿。朝までずっとな。ただしそれを裏付ける証拠証言はなしですよね。あれば今頃逮捕されてない。そういうことだ。ふざけた話だがよ。被害者の身元は確か久米敏郎34歳、教令会の下っ端だ。久米は神室町に一人でいたんですか？構想中の関西ヤクザが敵地で一人きりってことは。ああ、もう一人連れがいた。野郎の兄貴分だろうが名前は知らねえ。教令会の人間は合わせて二人か。こっちは俺を入れて松金組が5人いた。被害者の久米とはどこで揉めてたんです？スッポン通りにアムールってクラブがある。その店先だ。俺は組の若いもん連れてた。そん時に強烈会と睨み合いになってよ。ああ、そいつが久米って野郎だった。喧嘩吹っかけたのは頭の方から。ああ、関西の下っ端にでかい顔されたんじゃメンツが立たねえ。それに俺もまあまあ酒が入ってた。それは何時頃です？うん、9時過ぎだ。久米と睨み合いになった後はそれで終わりですか？いや、野郎が逃げようとしたのを捕まえてよ、アムールの中に引きずり込んだ。は？いや、口論って聞いてましたけど。じゃあ羽村さんは大勢で被害者を拉致した？ああ、アムールはうちの組でケツ持ちやってる店だ。で、中にいた客は全部返してよ。しばらく組に焼き入れてた。ただ殺しちゃいねえ。その後奴は裏口から叩き出してやった。俺もそのまま店を出た。ああ、12時よりは少し前だ。なるほど。すると被害者はあんたらに無理やり拉致され、朝には目をえぐられてた。俺が警察？今聞けることは大体聞けた。分かった。よし。オッケー。八神、お前はこの後サウナ御殿に行ってくれ。一応店員に羽村のアリバイを確かめろ。了解。もしアリバイが証明できりゃ裁判するまでもねえんだがな。明日報告してもらうぞ。こっちから連絡する。どうも、サウナの人ですか？はい、いらっしゃい。どうぞ。いや、客じゃないんですけど、少し話します。ん？何？こないだヤクザが殺された事件のことで、死体の目が抜かれていたってやつ。ああ、刑事が聞き込みに来たよ。事件の時、犯人がうちに来てなかったかって。あんた何？記者かなんか？まあ、似たようなもんです。それで
松金組の若頭で羽村って言います。事件の日彼こちらに来てませんでした。警察にも言ったんだけどね、あの夜受付は俺がやってたんだよ。まあでもどんな客が来たかなんて覚えてないね。客の出入りは多いんですか？終電まではね。うちはさ、始発まで時間つぶしに来る客ばっかりだよ。そうすると夜中は入店の客だけ、帰る人はまずいないのね。あの晩もそう。なるほど。じゃあ夜来た客はみんな始発まで。